母が亡くなった後一緒に住むようになって、8年前にがん宣告を受けて、それから医療の力は一切必要ないって言って、自然のままに奇跡的に生きてきて、もうお医者さんたちにももうありえないって言われながら、本当に悪性の進行がんと共に本当に何年も多分もうギリギリまで転移してないんですよね。でずっとそのままやってきて、だけどまあ今年の8月にコロナ感染してしまって、それからこう崖から転げ落ちるように体調を崩してしまったんですけど、その2ヶ月の間に宝物みたいな時間で、普段親子でこう大好きだよとか言わないじゃないですか。でももうこれ最後だなって思ったので、本当に大好きだよ、愛してるよって、本当にお父さんの子に生まれてきてよかった、いや君が僕の娘に生まれてきてくれてよかったっていう、その会話対話をもうずっと積み重ねて、手を握って過ごしたその時間、すごくやっぱり自分の中では大きかったし、全然後悔ないって言ったらそれはもう間違いなんですけど、いろんなすればよかった、こうすればよかったってあったけど、本当にあの時に 愛をちゃんと交わせたっていうのはすごく大きくて、そして最後に父が、まあ、点滴とか最後してたけれども、最後は自らの意思でもうやめるってなった時に、本当にこれ感覚なんですけど、死を目前にした時とか、人が死に対して思うことって、怖いから死から逃げたいっていう気持ちか、もう今の現実から逃げたいから死というものに逃げたいとか、その2パターン結構大きいと思うんです。もうこんなもう生活もう嫌だし、もう辛いことばっかりだから、もうだったら死んでしまった方が楽だって思う人とか、あともう怖いからその死とか考えたくないよっていう人とか、あとはいいパターンだとありのまま受け止めていこうっていう人、それはすごく素晴らしいと思うんです。父の場合は本当に自ら死というものを全力で、まあ、受け止めてもいるんだけれども、本当に見るからの次の世界に飛び立って思いっきりジャンプしてるように感じたんです。だからよし行くぞみたいな、そのすごく強さを感じて、死に対して恐怖もなければ不安もないって最後までこの2ヶ月間言っていたから、余計そう思うんだと思うんですけど、明らかに自分から死っていうものに向かって次の世界に行くんだっていう姿勢が見えたので、私の中で看取りいろいろしたけれども初めてだったんですよね、その感覚を目の前で見たっていうのは。だんだんこう老いてきて、老衰してきて、死っていうものを自分ですっと受け入れていくっていうことは多く見てきたけれども、本当に自分から本当に私は全ての肉体を脱ぎ捨てていくんだっていう、それはもう感動しかなかった。それはもうまあもうその時私は母の時のようなおめでとうっていうよりはもう泣きながらでしたけど、やっぱりずっと2ヶ月間闘病生活フォローしてきて、すごく苦しそうにしてる瞬間もあったから、やっぱり本当に自分の心も揺れ動いてたし、やっぱりこう心は常にこうあの感情はかき乱されてる時もあったんですけど、潔さにもう言葉が出ないっていうか、すごいしか出なくて、それはもう本当に勇士でした。なんかそれは自殺とかいうのとは多分違くって、医療を外して自分で点滴を外すっていうその瞬間がもう本当に CG とかなら多分映像にできるような、もうなんか脱ぎ捨ててパーみたいな、それが本当に父らしくてかっこよかった。いろいろ振り返れば、ああしてあげればこうしてあげればとか、あんなこと言ってしまったなとかもあるんですけど、その時に自分を支えてくれるのが、今年の4月に良しカードをやった時に父が選んだカード、それはいい人生だったと思うっていう、その言葉が私をすごく支えてくれてる。人生いろんな苦労が多かった人なので、過去の手記とか読んでるとすごくいろんな葛藤をしながら、でもその中でも自分の内なる平和っていうのを求めながら生きてきて、死生観っていうのを自分の中で深めていって、そしてあの最後だった
と思うと本当にいい人生だったんだろうな、そこには嘘偽りがないんだろうなと思うと、本当に親だけれど もう尊敬の念が止まないなと思っています。本当トトロを見たいって言って子供たちとトトロを見て、本当にまさか父が学者だった父がまさかトトロが見たいなんて思わなくて、孫たちと穏やかな笑顔で見ていて、いい時間だったなって本当に思うんですけど、不思議なのがこの間遺品の整理したら、なんと父のタンスからトトロの人形が出てきたの。タグがついたままなんですよね。で、多分どっかでお土産で買ってきて孫たちにあげるのを忘れたんだと思うんですけど、私はそれを見た瞬間にそばにいるよって言われてるような気がして飾ってあります、タグつけたまま、だからこれは本当に宗教観とか思想とかにもよると思うんですけど、でもなんかもう感覚的にいるんですよね、そばに。困った時とかふっとした時に必ずこう、うちのこの施設でスタッフとかがなんか片付けとかすると母からの手紙とかがなんか出てきたりするんですで、みえさん、お母さんからの手紙出てきたんですって、あ、見守ってくれてるんだねとかって言って、でまたスタッフにもしまうんですで、父もそういう形でいろんな形でずっとそばで見守ってくれてるんだっていうのを、妄想なのかもしれないし自分で勝手につなぎ合わせてるかもしれないんですけど、でもそれって私幸せな妄想だと思ってて、あ、見守ってるっていう感覚、それを自分が受け取れてそう感じられるっていうのは、やっぱり生前から両親の死生観だったり、死後はこう、あの死んだ時はこうしてほしいとか、自分の価値観をちゃんと伝えてくれてたからだと思うんです。それを言われなかったら多分ぽっかり穴が開いてしまって、見守ってくれてるとかいう感覚がなかったから、それは本当にあの感謝したいなと思ってます。自分っていうものを失わないためにも、自分のやっぱり価値観とか考え方っていうのをしっかり持っておくことってすごい大事だなと思って、父は最後までブレなかったので、そこが私はこうなんだっていう、だから最後の最後までちゃんと手を合わせて人に対して感謝をするとか、そういう礼儀正しさっていうのを失わなかったし、どんなに苦しくても意思疎通っていうのが必ず最後までできたし、なのでそれはもう本当に本人の生き様だと思うなと思います。最後の死に様っていうのはやっぱり生き様、それまでの生き様がちゃんと出るなと思いますね。それはまあ両親だけじゃなくて、ここでいろんな方見ててそれは感じるので、自分ももっともっともっとより人生観とか死生観を深めるために、やっぱりいろんな方の話を聞きたい、聞くことで自分っていうものをやっぱり知れるなと思うので、ある意味では自分のためにこの場作りをしているんだと思います。